山口博之は東京都出身の日本のバイオリニスト、バイオリンを墨三郎に支持する。1967年、中学2年生の時、第21回全日本学生音楽コンクール、東京大会中学生の部で第2位を受賞した。1969年、東方女子高等学校音楽科に入学。その年、高校1年生で第23回。 全日本学生音楽コンクール全国大会で第1位を受賞した。1972年、東方学園大学音楽学部に進み、1975年、第44回日本音楽コンクールで1位なしの2位に入賞、大学在学中に東京フィルハーモニー交響楽団に研究員として入団した。1976年、同大学音楽学部を卒業し、 東京フィルのコンサートマスターに就任した。1979年、同楽団を退団し、NHK 公共楽団に入団。1984年6月、NHK 公共楽団のコンサートマスターに就任した。以降長きにわたり N 教の第一コンサートマスターを務めていたが、2013年11月付で、同団を定年退団した。 1977年、民音コンクール室内学の部で1位なしの第2位を受賞した。1983年、ゼフィルス弦楽始終相談を結成し、1988年から3年間、カザルスホールの専属始終相談だった。1992年10月に設立された、鎌倉芸術館ゾリステンに参加。 永年にわたって続いたオーケストラ活動を2013年11月の定年退職をもってすべて引退し、以後は更新の指導に専念している。1988年から2010年まで21年間、携わった東京芸術大学非常勤講師をはじめ、東邦学園大学非常勤講師、直美学園大学客員教授、東京音楽大学客員教授、先族、 学園音楽大学アンサンブルアカデミー客員教授などを務めている。ありがとうございます。